息子、今日本に行くのは無理だと思う。来年に行くのはどう？お母さん、いや、行きたい。僕が日本に行っても2週間隔離するから、お母さんに連絡すればいいんじゃん。はい、皆さんこんにちは、サンプンです。なんか悲しいですか？最近日本に感染者が多くて、お母さんがただ日本は危ないと思って、こんな話を僕にしていると思いました。僕は最近いつもお母さんが今は無理みたい、サンプンくん今は無理ですよっていうたびに、僕は日本に行くよ、こんな話をお母さんにしました。なんかお母さんがなぜそんな考えをしているのか、その理由を聞きませんでした。なんかお母さんが日本についてニュースを見るたびに、いつも僕にそんな話をしてたので、僕は正直ストレスだったので、お母さんにその理由を聞いてみました。サンプン君、韓国も危険だし日本も危険なのは同じだけど、今あなたが日本にいたらあなたを守ってくれる家族もいないでしょう。一人にいてどうすんの？うん、この部分は今僕も心配している部分です。もし君が日本にいて感染したら、君のせいで日本の人が被害を受けることでしょう。君がもし感染して治療を受けたら、君のせいで日本の人一人が治療を受けることができないんじゃん。なんか僕はこんな話を聞いて、僕が利己的に自分のことばかり考えたのかなと思いました。あとなんか僕よりお母さんが日本を考えているようだと思いました。皆さん、利己的な僕ごめんなさいです。ま、しかし僕は日本の生活絶対諦めないし、正直今は今年行けなくても来年行こうと思っています。うん、絶対日本の生活は諦めないです。でもね、正直明日日本に行ける状況になったら、まあ利己的な考えだけど行きたいですよね。なんか日本で生活したい気持ちと、もし僕が日本で感染になったら、ああ他の人に被害を、はい、こんな気持ちのせいで頭が痛いですよね。僕は今日本の状況を悪くばかり思いません。もちろん感染者がいないことが一番ベストですよね。しかし今なんか検査をちゃんとしていることですよね。なんか567が始まった国が急に感染者が減ったことは、まあ、正直信じられない。まあ正直前にはね、僕の韓国の友達の中で僕が一番日本のことをよく知っている人だったので、まあみんな僕にこんな質問をしました。日本は本当に検査しないの？それ本当なの？ニュースを見てたけど。僕その時は正直 Twitter とか SNS、 まあ日本の人たちが、日本は今大変な状況ですよ、検査することができない、検査をしてくれません、はい、こんな話を日本の人から聞いたので、友達にいつも、まあそうみたいですよね、わからん。いつも友達にこんな話をしました。でもね、今は僕は友達にちゃんと、今は日本感染者多いでしょ？まあ今は検査をちゃんとしている証拠だよ。はい、最近は友達にこんな話をしています。まあ今みんな大変な状況で、まあ今正直安全な国はないと思うけどね、こんな大変な状況でも諦めずにみんな気をつけて、昔のように平和な日を待ちながらみんな頑張りましょう。まあ僕がいつ日本に生きる状況になるかわからないから、今はお母さんもいろんな準備をしてくれています。まあマスクとか買って僕が日本に行く時に持っていくように。뭐이상하잖아お母さん、ありがとうございます。みんな、ほんま、頑張りましょう。